手が出るか裏が出るか、表なら見る、裏なら見ない。表では見ていきましょう。ファーストバトル、行くぜバルキー、スラッシュバルキー、カットイベだろ。あまね、バルキーはアタックタイプだ。レイヤーの3枚までバースターを狙ってくるぞ。それくらい知ってるべ。なんだよ、せっかく教えてやってんのに。アドバイスなんかいらんべ。レディーセット。バーストフィニッシュで青いバルトの勝利。バーストしちゃった。アシュラのディフェンスをあんな簡単に。これが世界だ、アマネ。パワードライバーが沈み込んだ時、レイヤーのロックが固くなりバーストを防ぐ。師匠のバルトと弟子のドラ、勝つのはどちらか、かけるならどっちだ。裏か。さあどうなる。バルキリーはドライバーの軸が沈み込んでる間はバーストしにくい。スタミナのグランか、アタックのエースか、どっちでいく。また考えてることだだ漏れ。おっちゃん、ドラムが言ってること本当か。ああ、
お前のバトルでバルキリーの特徴を見抜いたな。ファーストしにくいなら持久戦に持ち込むしかないわ。ならスタミナのグランだね。俺はバルキリーをファーストさせたい。今の俺のガチで。よし、エースドラゴンで行く。レディーセット。バルキリーバーストフィニッシュで青いバルトの勝利。いいバトルだったな。ドラム？もう一回、もう一回お願いします。次は俺だ。ちょっと僕だってやりたいよ。そうよ、君たちばっかずるい。お願いします。やろう。でも順番な、順番。うっざいですね、ビクトリーズ。バトルができて楽しかったぜ。ありがとうございました。またベイカーニバルで会おうぜ。じゃあな。全然叶わなかった。何が足りないんだ俺とドラゴンに。おっちゃん、作業場使うよ。おドラムって本当に元気だね。俺はドラゴンをもっともっと進化させたい。嬉しいぞ。私もお前の気持ちに応えてみせる。エースのアタック力、グランのスタミナ力、そしてもう一つディフェンスの力もつける。三つ揃えば最高だろ。はあ、俺、お前をいつか光のベイ、ゴールドターボにしてみせっからよ。ゴールドターボ、きっとすっげえぞ。ここに置いとくぞ。できたー。相手のアタックを硬い鎧で跳ね返すロックドラゴン完成だー。アタックのエース、スタミナのクラン、そしてディフェンスのロック、これで決まりー。
スタジアム来たー、ガチで勝ち抜くぜ。なんだお前は、さすらいのギャンブラー、ビクトリーと全滅させるだと。次回ベイブレードバースト